ということで、すっかり伊勢まで来ちゃったんで、こっからまた鳥羽方面にね、ちょっと折り返す。ちょっとどころじゃねえな。折り返すという形になりますね。9時までには着きたい。9時までには着いて。みゆきロードじゃなくて、このまんま、まっすぐ行ったら島方面に。鳥羽っていうよりも島ですからね。向かう方面としては。これ伊勢西インターか。この先ずーっと行くと、前回ね、撮影しました。内宮の方に向かってくるわけになりますけどね。これを右に曲がると内宮。この辺りがもうそうですね。おかげ横丁じゃない。あれは、まあ、お伊勢参りのね、参道ですよね。スカイラインのさ、この時間もうだってスカイラインね、やってないでしょ。やってないですね。営業終了ってなってますよね。危なっかしくてとてもじゃなきゃ走れませんよ、この時間にスカイラインは。いますね。当たり前のようにいますね、お鹿が。飛び出してこやんだけますか。横で草をむしゃむしゃしてますね。だいぶこの辺りの野生ですからね、ね、日帰りに、わー鹿さんだとかってね、奈良公園みたいにね、行っちゃダメですからね。結構角でね、ゴスってされると言いたいとかっていうレベルじゃなくなることありますからね。はい、ましてさっき今映ってたかな、小鹿が奥にいたんですけどね、親子でね、飼ってる場合にはね、特に小鹿にね、あ小鹿だなんて言ったらね、この前奈良公園のところにも書いてありましたけどね、あんだけ人に慣れた鹿でもね、小鹿がいるとね、親鹿ね、非常に、危なくなりますんで、ましてやこれ野生ですからね、大変危険ですのでやめましょうねっていう、もう言うとるうちにそろそろ磯部が見えてくるのかな。もうどんだけ、どんだけ回したらこれ1時間超えるなっていうか、あそこのローソンから1時間か。そうですよね、2時間以上走ってるわけですもんね。ここから下るんですね。おっと、ああ下ってるわ、だいぶ下ってるわ、まあ、言うてダブルの字みたいな感じ、 M の字かな、 M の字型な感じでね来てますからね。いやまあ、走行距離は相当ですよ。何かそこまで悪くなかったんで、まだ楽っちゃ楽ですけどね。湖になってるの、これ海かな、湖かな、これはさすがに湖というか沼というか、そういう中心街の方かとか言えな、すぐですね、ここは。まあ言うてくねくね道ですからね、答えますね。赤く灯ってますね、何やろ、なんか空全体が照らされてますね、なんだこれ、なんだこれ、わかります、なんか空全体が赤く赤くなってるんですよ。なんだろう、なんかの光が反射してるのかな、どっちかな、交差でとりあえず
センターがあるんだ、こんなところ。へぇ。広磯辺。磯しまった、鴨駅は、志摩市じゃなくて鳥羽市だったんですね。全然、志摩磯辺なんで、全然南の方に来ちゃいましたね。よいしょ。まあ、志摩磯辺はね、エスパーニャのね、最寄り駅になってる兼ね合いで、ちょっと、ね、そんな感じの作りになってますね。ちょっとごめんなさい。視界の兼ね合いで、なんか、ちょっと驚々しい感じになっちゃいましたけど、昼間に来たらちゃんと綺麗な、あれですからね。よし。だいぶ、これ、北に行かなあかんな。うん、最速は、167号線をずっと北上してた方がいいやな。はい、わかりました。